マリアーノ・フアリスティ・メンディ・サバルは、スペイン・ギプスコア県、アスコイティア出身のバスク・ペロタ選手。バスク人。一般的には、アターの三世として知られている。バスク・ペロタの歴史上最高の選手の一人とされている。1926年から1948年まで、プレーし、1940年に創設されたハンド・ペロタ一部リーグでは、初回大会から4連覇した。 ガリアステギとアターノ3世1904年、マリアーノ・フアリスティ・メンディ・サバルは、バスク地方のギプスコア県アスコイティアに生まれた。フアリスティキのバシセリの野号はアターノであり、アターノ3世の登録名は、この野号に由来している。父親はイスパドリーを製造する靴職人だったが、フアリスティ家は、バスクペロタの家系として知られている。フアリスティ家からは6人が、ペロタ選手となり、 一人がペロタ用のボールの製造者となった。アターノ3世の他には、アターノ3世の弟のアターノ7世も優れたバスク、ペロタ選手であり、アターノ1世、アターノ1世の息子のアターノ10世などもフワリスチケ、出身である。1920年にアスコイティア競技場でプロのペロタ選手としてデビューした。当時のペロタの一般的なプレースタイルは、 重いリバウンドやゆっくりとしたプレーを特徴としていたため、アターノ3世は、スピード、柔軟性、敏速なプレーや力強いサーブなどによって、すぐにこの、スポーツの革命的な選手となった。アターノ3世は、腕が脆弱なことでも知られており、怪我を防止するために、1ヶ月に1試合しかプレーしなかった。1920年代には、エルゴイバル出身のサバラ2世、 ゲタリア出身のウラシアなど、当時最高の選手を何人も破り、破れたのは、マルイコールシセメイン出身のアルタメンディ2世に対して、だけだった。アタアノ3世の連勝記録は、1926年に、当時最高の選手で優勝者でもある、フアンバウティスター・アスカラテを破ったことで始まった。アタアノ3世は両手でプレーすることができ、アスカラテは片手でしかプレーできなかったことが、 アスカラテ戦での優勢につながったとされている。アスカラテ戦は3ゲーム制で行われ、アターノ三世は22から19、22から12、22から9でライバルを破った。この時代最後の試合は1927年1月1日にビルバオで行われた。当時の一般的な選手は1試合につき250ペセタを稼いだが、アターノ三世は1試合につき6000ペセタを稼いだ。 さらに、彼の腕の弱さが理由で頻繁に負傷することから、彼の試合には多くの観客が詰めかけた。常に頭にベレー帽をかぶり、ジャペラウンディという愛称が付けられた。1930年代のスペインは、第2共和制やスペイン内戦などで混乱しており、1940年にハンドペロタ一部リーグが創設されるまで、アターの三世は14年も待たねばならなかった。 1940年の一部リーグ優勝決定戦ではチキートでイライタを22から8で破って初代優勝者となった。当時の一部リーグは2年ごとに開催されており、1942年、1944年、1946年にも優勝したアターノ3世は初回大会から4位連覇を達成した。1942年は、 弟のアターノ・ナ・ナセイを22から5で破り、1944年はフェリペを22から8で破り、1946年はアカレギを22から16で破った。1948年大会の優勝決定戦ではミゲル・ガラステギに6から22で破れた。引退後の1967年にはスポーツ功労メダルを受賞し、 また、サンセバスティアンで最も重要なペロタ競技場の名称が、あのエタ競技場からアタアの賛成競技場に解消された。1970年、アタアの賛成競技場では後に、政治家となるヨセバエロセギが、フランシスコ・フランコの目前で、昇進自殺を図る事件が起こった。晩年には、歩くことが困難で、車椅子で生活し、2001年1月12日に、 死去した。96歳だった。ありがとうございます。